伊藤良太郎、この教えらんないものを伊藤良太郎持ってる、それ何かっていうと、やっぱり似て先読む力なんですよ。それを読んで技術高いプレイみたいな。共有力高いっていう。そうだね。こここう出したら次こっちパス返ってくるよねとか、ここそう走ったら、あの、シュート打てるよねとか。だからあの、得点シーンとかも、マイナスでちょ,ちょうどエアポケットみたいになるところに伊藤良太郎いるみたいなシーンが多いんだよ。 これって教えられなくて、なんでそこ動いちゃうのとか、なんでそこ内側に走んないのっていうのがすごい少ないの見てて。でしょで、これって教えられないから、俺はね、もっといいとこで使ってほしくて、で、さっき言った伊藤亮太郎の守備名のとこだったり、あと、細いから、やっぱり、その代表とか呼んで、海外の選手とやったときは、やっぱ潰されるシーンもあるだろうし、で、本当、伊藤亮太郎とか、前、名古屋の,あの中谷も言ったけど、ここに必要なのって説得力だけなんですよ。 海外の選手は相手にもやれるっていう。だってさ、別に体的にはごつくなくてもさ、あの、めちゃくちゃうまいのと、あの、運動量とか献身性のところでベルナード・シューバーって、やっぱ総合力ですごいじゃん。ベルナード・シューバーがフィジカル的に強いことがボディーコンタクト強いかで、イエスっていう人はいないけど、それ以外のところでお釣り来るよねっていう評価の選手じゃん。 っていう人に伊藤亮太郎ってならなきゃいけないんだけど、そのためには海外行かなきゃいけなくて、海外行くには外からオファー来る、もしくはそういう代理人がつくとかがしないといけないでしょ。ってなるとやっぱり代表に呼ぶ必要あるんですよ。で、これが、まあ代表を呼んだらそれだけね、外の人に見つかるし。